アフレコ現場でみんなが一番ざわついた瞬間は何？杉田君的にはどう？僕ですか。ざわついたアフレコ現場でですか。うん、なんだろうな。はあ、やっぱ歌物がある時と、ああ、うん、あと基本的に立木さんが喋った瞬間じゃないですかね。そうだね。あの、何喋っても面白いからね。あの、回転寿司の回好きなんですよ。できた、これだ。なんでカッパ巻きなんだよっていう、あの回転寿司。なんだろうね。立木さんのあの、やりきった感の声と芝居と、できた、できた、これだ。なんでカッパ立木さんです。面白いの。立木さんが面白い。面白いになっちゃったよ。そんな感じ。